じゃあで何ぼ好きなことと言いながらじゃあで肝心な己の仕事をほったらかしていくうちやな、そんなそれは人間として恥ずべきことじゃ、そりゃいけません、そりゃおっしゃるのがもっとも、そうか、いやしかしななかあの男は不運な男じゃない、おそらく年回りが悪いのじゃろ、今年あたり先回もまた一死して今回も一死しなければならんという、よほど年回りが悪いのじゃろ、いやあのまた悪いことばかりありゃ宣伝ね、また良いことも来るじゃろって、あまり気を腐らさぬようにということを。